ドラゴンクエスト9星空の守り人、実況者は DL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。では今回上画面のみで戦っていきたいと思います。特技ドラゴン斬り、うわ強、これやばいな、死ぬなこれ多分死ぬな。あ、これ負けていいイベントな気がするわ。違うかな。あ、だな、これ負けていいイベントだな多分。明らかにダメージ量がおかしいもん。じゃあ冷静に負けまーす。負けていいイベントじゃねえ。マジかよ。しかもウォルド村からかこれ。お金が半分になっちゃいましたね。そうですかそうですか。これキメラの翼ってさ、そうだね、ルーラと同じ効果です。オッケーオッケー。そうですかそうですか。負けていいイベントじゃないのか。びっくりだな。速攻殺されたよね。今の現状じゃ絶対勝てないぞあれ。とりあえず眠って。これ早くもレベル上げしなきゃいけないやつなのかな。じゃあね、コメント一ついきましょう。もろもろカットさせてもらいまして、アライブさんからのコメントです。転職システムは特殊で、6や7みたいなタイプではなく、クエストをクリアして悟りを開く必要がありますっていうことですね。しかも職業が変わると呪文は忘れるシステムです。なるほど。なかなかめんどくさそうな。例えば魔法使いで覚えた技を、多分別の魔法覚える技で、まあ覚える悟りで、悟り開いた時に忘れちゃうってことだよね。なかなか難しそうですね。ははー、そういうことだったのか。なるほどね。じゃあちょっと、ルイーダさんとこ行こうぜ。仲間を、連れて行こう。あれは明らかに一人じゃ無理なやつだな。ルイーダの酒場はどこにあるんだ？剣武器。あの、右上がそうなのかな？それともリッカちゃんと一緒に INN にいるのか。ああ。愛と信頼のゴールド銀行がレナさんだったのね。なるほどね。ああ、これルイーダさんなのね。仲間を呼び出す。いるんだね、結構ね。誰連れてこうか。回復役の僧侶はすごいいてくれると助かると思うんだよね。お、なかなかイケメンな。あと、魔法使いも入れくれるとすごい助かるよね。うわっはっはつるっぱげか。これ、もう一人いける？じゃあ、戦士。まあ、花があった方がいいと思うんでね。あら、かわいい。よし、じゃあ、この4人でいきたいと思いまーす。特技、応援を教えてもらった。ああ、テンションとかあるんだ。ドラクエ8とそこら辺は変わんないんですね。テンション溜めて攻撃した方がいいってやつですね。不思議なタンバリンとかあんのかな、じゃあ。どうなんだろうね。これみんなレベル上がるのか？いきなり4人になったね。作戦替え。ガンガン行こうぜ。あ、全員ガンガン行こうぜでよかったのか。あ、なにこれ、前衛後衛ある感じ？もしかして。
作戦満タン、スキル振り分け、仕草登録、回るってやつがあるっしょ。あ、なんかいっぱいあんね、結構。プロフィール設定、ボリューム設定、ボリューム？ああ、これは大丈夫かな。作戦外かな？あ、前列、みんな前列になってるのか。僧侶と魔法使えば、どう考えても後列だよね、普通に考えてね。あ、前列、後列は、まあ、あれか。もうそのまま文字通りで考えてもらえば多分伝わると思うんだけど。戦闘向きな主人公とミリアが、前衛に来てるわけですね。で、まあ、その補助的な役割で、光栄だと思うんだ。多分 FF で確かそういう設定が一時期あってね。確かそんな感じだと思うんで、多分これで合ってると思う。とりあえず他のキャラクターたちのレベル上げないと多分お話にならないと思うんで、あと自分の方のレベル か、こっちでレベル上げるよりもう向こうの強いやつと戦った方がいいか。早いな。裏作業は動画にしてもって気がするんで、一旦カット入れますね。さてさて、やってまいりました。表示横並びでいきましょう。メンツはこんな感じになってます。結構育ったんで、多分これでも勝てるかな。いろいろと技も覚えたんでね。さあ勝負と参りましょうか。やー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 、勝負と行こうじゃないか。やあや。煽っていくぞ。さあ、これみんなでね、戦えるっていうんでね、ちょっと楽しみですね。全員命令誘うでいきたいと思います。メタルギリ応援仲間一人のテンションを上げる。ミリアのテンションを上げていこう。ブラースですね。特技、疾風突き覚えたか、そっか。スカラがありますね。ここは、トラジャがワンパンで落ちそうなんで、スカラを入れてきます。負けっかい、攻撃呪文から自分の身を守るか。呪文でいきます。仲間全員の素早さを一旦上げましょう。んでもって、呪文を覚えてない。特技はポイズンダガーか。多分、毒にはならないと思うんだけどな。みんなの素早さ上げて、とりあえず絶対先行は取れるようにしよう。あ、やっぱテンション上がるんですね、本当に。稲妻好きは耐えれますね。オッケー。さあスカラで1段階上げて、ポイズンダガー強っ48。あ、そっか、テンションが、そっか、これいけるな。これ強いぞ。このコンボいけるな。でプラースでスカラで自分自身を上げといて、でもってピオリムもう1回で十分だと思うんで、今度ルカニで下げて、特技ポイズンだから毒にはならないかな。でもなればラッキーくらいの気持ちで。いや、えぐいわ。4人でなると戦えるとこんなに違うんだな。ホイミ問題ねえ。それ以上のダメージを与えるからね。強いなこの戦い方。応援ミリア、アスカラいいんじゃないか。ラリホ一発打ってみるか。ルカにポイズンだが、えぐいわ。ベジータの応援、山妻好き耐えます。ラリホー、さすがに効かないか。ポイズンだが強い。同じく応援ミリア、呪文ホイミダル、ルカにまだ効くのかな。3回目いくか確認する。ポイズンだが、あ、オッケー、2回までですね、了解。さあホイミを一旦打ってもらって、ポイズンだが効く。応援ミリア、攻撃、呪文、シャドウ、攻撃。さあどうだ。そろそろ落ちるんじゃないか。あ、魔法が全然効かないな。ホイミ問題ない。
ダーン62だもんね。ダメージ量が尋常じゃねえ。応援ミリア攻撃キャド攻撃。まだでも結構黒騎士強くね。これは余裕で勝ってる勝負だと思ったけど、やるねやっぱね。そっか、サミダイ好きは分散するのか。うーし、勝ったな。いや、4人になるだけでこんなに違うのか、楽勝だったな。鉄のコテ、強そう。何故姫君は貴様のようなものを私の元へ使わせた。あの時交わした約束は偽りだったというのか。なんだなんだ。それは誠か。うん、そうだよ。別のものだよ。彼女はルディアの王家に代々伝わるあの首飾りを捨ていなかった。別の人を探してたんだね、この人は。私は深い眠りについていた。そしてあの大地震と共に何かから解き放たれるよう目覚めたのだ。しかしその時の私は自分が何者かわからないほど記憶を失っていた。なるほどね。私の名はレオコーン。そしてメリア姫というのは我が祖国、ルディアの王国の姫。私とメリア姫は永遠の愛を誓い祖国での婚礼を控えていた仲だった。けれどもか。いずれにせよ私は自らの過ちを正すめ、今一度あの城へ行かねばなるまいな。なるほどね。眠っていたせいで混同していたんですね、記憶がね。当時仕えていた城の姫と多分間違えてしまったということなんですね。なるほどね。いや、4人になった時の戦闘の安定感が半端じゃなかったな。もう完全に型にはまってたもんね。応援、攻撃、補助、回復、完璧だったもんね、もうね。いや、仲間って偉大だわ、やっぱり。強えわ。王様が一瞬青鬼に見えたんだが。ほら、青鬼そっくりだな、顔が。いやいや、王様。ダルはレオコンのことを王様たちにすべて話した。なんと、あ、何できた？何？なるほど、奴はルディアノという国。なるほどね。またルディアノっていう国に行くのかな。お父様。ふん、ルディアノという国などわしは聞いたことがない。うん、かなり眠ってたろうから、名前も変わっちゃってたんだろうな。この王様は愚鈍ですね。ダメな王だな。よくこんなんでこの城が持ってるよな。ダル様。東にある私の部屋ね。了解。お供も、ちょこまかついてきますが、そこはいいんですかね。まあいいでしょう。これかな？いやいや。実は私、ルディアの王国を耳にしたことがある。もしかしたらその歌が何か手がかりになるかもしれません。今、バーヤはエラフィタの村にいる。シュタイン湖の西に、ある小さな村、シュタイン湖の西ね、了解。あの黒騎士は父の言うような悪人ではありません。そんな気がする。了解した。了解した代わりにタンスの中を調べさせてもらったが何も入ってなかった。何も入ってなかったか。あの壺壊したいな。だがしかし。じゃあ、行きますか。もうちょっと行こうか。まだ10分も経ってないからね。さすがに短すぎると思うんで。
もう少し行きたいと思います。まあ、4人いれば文字を超えるからな。4人おれば3人そう4人おれば文字も超えるからね。そうですよそうですよ。じゃあ行ってみますか。これやっぱり夜になると凶暴性増すんですかね、モンスターは。どうなんでしょうね。その仕様はあるんだろうか。さて、西、あのハート型のところかなと思うんだけど、敵を完全スルーで。なんだなんだ、キメラの翼。キメラの翼。お、新しい敵ですね。これは戦ってみるか。あ、違う、これ戦、あ、動画では戦ってないかも。ハマッチだったかな、確か。そんなに強い敵じゃないです。あ、MP 回復できるのか。なるほどな。しまった。宿屋入ってないから MP が。お？おうおお、新しい敵。ポコポコだぬき。作戦外、全員ガンガン行こうぜ。おお、早いな。ああ、誘う踊りか。なるほど。釣られなかった。さすがベジータ。このタコドラキっていうのはルカーナンやってくるんでね、先に倒した方が良かったかも。ちょっとミスりましたね。OK。ミリア成長期。とりあえず探検スキル上げときます。これなんじゃないかなと思うんだけど、お、ぽいですね。全然小さくないよ。普通に村じゃん。エラフィタ。じゃあまあ軽く探索しながら、うん。とりあえず今回はここで終わろうかなと思ってます。はい。馬じゃなくて牛の糞もついに出始めたか。よし。そろそろね、DS の充電が切れそうなんですね、またね。なんかここ、ドラクエ5のあの村に似てるね。少年期に行く。妖精の国に、ちょっと似てる気がします、雰囲気が。そっか、夜に来ちゃったから。道具屋さんも開いてない。教会がこれか。じゃあ今回はここで終わっておきますかね。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。